はい、こんにちは、重工房のフラッシーです。いや、煽り運転ね、もう大変なことだったですね。ああいうやつが、まあ、未だにいるんですねっていう、ちょっとびっくりしました。もう煽り運転って騒がれ始めてかなり経つし、まあその以前ね、死亡事故まで起きたことがあって、ね、有罪判決も出てましたね、確かね。そんな中で未だにああいう煽るやつがいるんだなと思ってちょっと驚きましたね。まあ本当に前回の動画でもお話ししましたけど、死亡事故が起きなかったのがね、本当不幸中の幸いっていうぐらい、本当に車を交通道路を止めたりとかしてね、まあ、ひどい話でしたね。で、今回その逮捕につながった、もう本当に貢献したですね、立役者というのは、実は私が使っているこれドライブレコーダーと同じドライブレコーダーなんですよね。これは前回、去年の年11月末ですねに、私がレビューの中でご紹介したことがあるバントゥルさんというところのね、まあ、N2 プロというドライブレコーダー、まあ、これです。これは実はこれインカメラこう動くですね。インカメラこうやって動いて、アウトカメラもこうやって簡単に動かせますね。で、場合によってはこれ外してこうすぐ撮りに行くこともできるぐらい、そういう機動性の高い、まあ、ドライブレコーダーですよなんて話をねしましたけど、まあ、結局これを彼も茨城の彼もつけてたんですね。まあ、本当殴られてかわいそうだったけど、ね、もうこれをつけてたおかげで犯人が、まあ、要は特定できて、あれ傷害罪の、まあ、証拠にはなりますよね。だから警察はこうデジタル情報はこう改ざんされる、しかも改ざんかな、される、まあ、修正される可能性があるから、証拠としてはあまりこれまではね取り上げなかったそうですけど、現在はだいぶ変わった様子ですね。現在はこうデジタル情報もその証拠として十分か有用であるということをね、でテレビの方、まあ、解説者なんかも言ってましたから、でこれでますますこのバントゥルさんのこれドライブレコーダー売れてるんじゃないですか。ひょっとするともう品切れ続出かもしれないですよね。はい、これ確か私はタイムサービスで、我が家の奥さんの分と私の分と2台まとめて買ったんですけど、今調べたらですね、バントゥルの N2 プロはですね、1個今 19,900円、2万円になっちゃったですね。ちょっと高いなって感じがしますが、まあでも半年経った今、まあ、自分事ではないにせよね、こういうのつけててよかったなというふうに今更ながらね、で彼もつけててよかったなということですよね。本当泣き寝入りしなきゃいけないところだったですもんね。そういう意味ではドライブレコーダーつけておいた方がよかったですね。まあよく言えばね、これ音声もちゃんと録音しておいた方がよかったと思うんですよ。今私の音声が入ってる状態になってますけど、音声も入れておけばね、前後何があったか、私いつもドライブレコーダーのああいうあれ記録を見てね、前3分前ぐらいに何があったかっていうことがとても重要だと思うんですよね。だからまあ煽りが始まる原因がわからないと防ぎようがないですもんね、我々もね。あ、こういう車線変更の仕方したから怒ったんだなとか、こういうことをやったからムカついたんだなみたいなことがわかると、防ぎようもありますよね。そんな風に私は個人的には思います。なのでテレビ局もその直前の映像だけではなくて、前3分ぐらい前の情報もね、合わせてね流した方がいいと思うんですよね。そうしないとね、気をつけましょうって言ったって気をつけようがないですもんね。はい、そう思いました。まあ、ともあれ、この前後タイプ、いろんなタイプがあります。私実はもう1台、まあ、試験的に2台前後用をつけてて、こちらのドライブレコーダー、前回ねご紹介したビオフォーっていうさんのドライブレコーダー、これは実は前後にカメラがついてるので外の映像しか撮れないんですよ。でもこっちいいですね、これ内蔵されてるこのカメラで中の様子、こういうふうにね、まさにこれができるので、こう本当にパッとこうやって相手に向けることもね簡単にできます、ね、これ本当に抑止力になると思うから、こういうふうにね、動かすことができるんですよ。左右も自由に簡単に動かすことができるので、いいと思いますよ。まあどんなものであれ、とにかくドライブレコーダーで記録をしてね、身を守るということと、
まあ、あとはやっぱりね、前回の動画でもお話しましたけど、煽り運転されないような運転を心がけるということと、まあ、自分自身も、まあ、こういう煽り運転しないようにこのドライブレコーダーを使って抑止力をかけるということがね、大事じゃないかなと思います。であと、あの、もう一つこのドライブレコーダーのいいところは、その盗難防止機能、盗難防止というか、夜間あの車を駐車していると、その振動とか、あのゴグリッとこじ開ける音とか、そういったものをこう検知して自動的に録画をするそうです。まあ、あんまり見たことはないんですけど、そういう機能がついてるので、その記録を取っておくことができたりとかいうこともできるというふうになっていました。駐車場で当て逃げされたりとかいった時に記録が残せるということですね。はい、あともあれ、まあ、映像的にはこれぐらい、ちょっと青みがかったカメラでね、あの映像はまあ、必ずしもその満点という映像ではないですけども、ちょっと青みがかった映像ですが、まあ、十分ね、綺麗に撮れていると思います。で、夜は夜で、ちょっと夜の映像をまたね、後で出しておきますけども、あの赤外線でこう中の映像もね、赤外線カメラで撮ることができるんですね。これまた、真っ暗だからといって何も撮れないわけではなくて、真っ暗でもちゃんと赤外線の映像を撮れるので、明るくない時でもこう内部の様子はちゃんと撮られているということですね。まあ、ただね、あの記録を取られるということは自分にとっては不利な記録もあるわけですよね。だからそういうことを起こさないように、まあ、先ほどお話ししたその抑止力になればいいかななんて思ったりします。はい、ということで、今日はね、まあ、半年じゃなくて去年の年末にご紹介したバントゥルーさんの N2 Pro っていうドライブレコーダー、改めてね、活躍しているところを見ましたので動画を1本作ってみましたね。ドライブレコーダーがまだついてないなんて方いらっしゃったら、もう早速つけられることをお勧めいたしますね。まあ、私これ使って、これでかれこれ8ヶ月9ヶ月使って、本当にまあ、いいドライブレコーダーだなと思ってるし、全然壊れないです。うん、ただしですよ、注意してほしいのは、カードはちゃんとしたカードを入れるですね。カードは安物の何百円とかのカードではなくて、やっぱ最低3000円とかそれぐらいするような、その32ギガでいいですから、32ギガの、マイクロ SD カードを入れることをお勧めします。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんに役に立つ、ね、情報をお伝えしていきますので、よろしければ、はい、チャンネル登録をお願いいたします。以上、重工房のフラッシーでした。皆さん、フォロー。安全運転で、どうも。これ、ドライブレコーダーだけど、カーブログも撮れちゃうからね、これいいですね。カメラ、これ、ドライブレコーダーのカメラ撮ってるんですよ、これ。全然問題ないですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。